皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。お母さんの算数数学教室。今回は中学1年生で学習する方程式を解く基本となる考え方、等式の4つの性質、これについてお話しします。等式というのは等号、等号っていうのはイコールのことです。イコールを使って数量関係を表した式、これを等式と言います。等式には4つの性質があるんですけれど、今回は方程式を解くことを前提にお話しするので、中学1年生の時の方程式、これを解く時の合言葉、これを覚えてください。 X は1人が好き、 X は1人が好き、これが中学1年生の方程式を解く時の合言葉です。ね、X は1人が好きなんですということですね。ではこれを前提に性質に入っていきます。1番、等式の両辺に同じ数や式を加えても等式は成り立つ。教科書や問題集では A イコール B ならば A たす M イコール B たす M と、ね、A に M を足したら B にも M を足せば等式イコールで結ぶことができるんだよという、こういう性質です。ではこの性質を使って2つの方程式解いてみます。括弧 1x-3 は 1x-3 は 1x は1人が好きなのに後ろに -3、 これがついていますね。じゃああなたはこの x を1人にするためにどうすればいいか、ちょっと考えてました。そうしたら引き算がついているんだったら足し算を後ろに付け加えればいいんじゃないか、こう思いついたんですね。ですからこんな操作をします。 x-3 の後ろに同じ3を足してやると、両辺にですから1の方にも1足す3、こういう操作をします。で x-3足す3でようやく x は1人になって喜んでいますね。そしてイコール1足す3は4ですから x イコール4と、 x は4だね、 x が1人になったら4だということが分かりました。カッコ2です。 x-7 は -4、 x は1人が好きなのに後ろに -7 がついています。1番と同じように、じゃあ足し算を付け加えてあげましょう。 x-7 同じ7を足します。両辺2ですからマイナス4にもプラス7と、こういう計算します。 x-7+7、 x は1人になって喜んでいます。こちらはマイナス4+7ですから3、 x は3という、このように方程式が解けるわけです。2つ目の性質です。等式の両辺から同じ数や式を引いても等式は成り立ちます、教科書や問題集では、参考書では A イコール B ならば A-M イコール B-M と、 A から M を引いてあげて B からも M を引いてあげる、そうしたらやはりイコールで結ぶことができるよと、こういう性質です。括弧1番、これを解いてみましょう。x たす6は3と、 x は1人が好きなのに後ろに足す6という足し算がついています。しばらく考えると、さっきは引き算で足し算を後ろにつけたから、今度は足し算だから引き算を後ろにつければいいんじゃないか、こう思いつきました。じゃあ実際にやってみましょう。 x たす6の後ろに引き算の-6、これを加えました。で反対側の3の方にも3-6と計算すると、 x たす6-6ですから、この6の部分が消えて x は1人になって喜んでいます。3-6はマイナス3なので、 x はマイナス3というふうに方程式が解けました。括弧2番です。 x たす2はマイナス5、さっき足し算の後ろに引き算をつけたら x は1人になれた、同じことをしてあげましょう。 x たす2の後ろに引く2を書きます。
x 足す2引く2、同じようにマイナス5引く2と、ね、両辺に同じ引き算を加えますね。そうすると x 足す2引く2ですから、 x は1人になって喜んで、答えはマイナス7、このように分かるわけですね。 x のマイナス7、これで方程式が解けました。では3番と4番の性質に移っていきます。3つ目の性質です。等式の両辺に同じ数をかけても等式は成り立つ、こういう性質です。 a イコール b ならば am イコール bm、 a に m をかけたら b にも m をかけてあげればイコールで結ぶことができるよと、こういう性質ですね。ではこれをもとに方程式を解いてみましょう。括弧1、2分の 1x は3と、あれさっきは足し算と引き算だったからなんとかなったけれど、今度は x の前に2分の1がついてる。じゃあこれどうしたら決して x を1人にしてあげられるだろうか。あなたはしばらく考えて、あれ分母が2だから2をかけてあげたらどうだろうと、こう思いつきました。そして2分の 1x かける2、3にも2をかけて3かける2と、こういう計算を思いついてやってみると、あ、ちょうど約分できて x を1人にしてあげることができた、 x は6だったと、こうやって方程式を解くことができたんですね。2番です。7分の x はマイナス1、パッと分数の分母を見ると7なので、これ7をかけてあげることにしました。そうすると7分の x かける7はマイナス1かける7と、ちょうど約分できて x はマイナス7と、このように方程式を解くことができるんですね。つまり分数がついていた場合は分母と同じ数を掛け算してあげると x がいくつか分かると、こういうことです。4つ目です。等式の両辺を同じ数で割っても等式は成り立つ。 a イコール b ならば m 分の a イコール m 分の b と、ね、a を m で割ったら b も m で割ってあげればイコールで結ぶことができるよと、こういう性質なんですけれど、この時、ね、m に入れる数字として0は使えません。数字を0で割ることができないっていうのはもう学習してますよね。ですからこの分母が0になって0分の a とかいうのはできないので、 m は0以外の数字、こう考えてください。ではこの性質を使って2つの問題解いてみますね。括弧1、4x は32と、 x の前に4がついているんですね。どうしたらこの4を消してあげるかと、さっきは分数の分母の2かけてあげた、こっちでは分母の7をかけてあげた、じゃあさっき掛け算だったらこれ割り算したらどうだろうと、こう思いつきました。中学では割り算は分数の形で表すことができましたよ。だから 4x これを分数の形の4で割ってあげて、つまり4分の 4x、 これ 4x を4で割ったという形ですね、は4分の32と、こういう操作をしてみるとちょうど4が約分できて消えました。こちらも約分できました。で x は8、このように x を1人にしてあげて答えが8と分かりました。ね、x の前に数字がついていた場合ですね、その場合は方程式を解くとき、その数字で両辺を割ってあげる、これが基本になります。括弧2番です。 8x は6、ね、もうできちゃうとはね、こうやっちゃって構わないんですよ、ね、8で割ると、あ、 x の前に8がついてるから8で割ると、でこれで約分できちゃうと、あれあれ、でもこちらって整数にならないやと、
ね、こう思っちゃって、あ、間違ってるって感じちゃう人意外と多いんですけれど、そんなことないです、ね、X は実はね4分の3、これは正解なんですね。ここの答えの部分が分数になると間違えているって感じる子が多いんですけど、そんなことはありません。方程式を解いて答えが分数になる場合、これからも多分たくさん出てくるので、それは心配しないようにしておいてください。今回は方程式を解く基本となる等式の4つの性質復習してみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。